矢吹きなしは日本のアイドルであり、女性アイドルグループ HKT48 g m H のメンバーである。また、日韓合同グローバルガールズグループアイズワンの元メンバーである。AKB48 の元兼任メンバー。元子役、東京都出身、バーナルサム所属。0歳から子役として活動し、2016年時点で芸歴14年であり、 2005年公開の映画、タッチでは、朝倉美波の幼少時代を演じた。小学2年頃から、AKB48 のファンになり、はじめは、姉の影響で、渡辺舞を好きになった。しかしある日テレビを見ていた時に突然、指を指し、この人が好き、といったメンバーがいた。それが、指原里乃だった。その後4、5回握手会で、指原の元に足を運び、 そのうち2回、絶対に受かるよ。受けて。と誘いを受けたが、当時は、応募要項の年齢条件に達していなかった。指原が、HKT48 に移籍した後、博多にも行ってみたいと思い、HKT48 のオーディションを受けることになる。2013年8月、HKT48 第3期生オーディションに、合格、11月2日に、 HKT48 ひまわり組、パジャマドライブ初日公演のバックダンサーとしてお披露目。12月7日、研究生、脳内パラダイス公演で劇場公演デビュー。12月11日発売の AKB48 サンフォースシングル、鈴鹿けの木の道で、君の微笑みを夢に見ると言ってしまったら、僕たちの関係はどう変わってしまうのか。 僕なりに何日か考えた上でのやや気恥ずかしい結論のようなモノタイプ H に収録されたウィンクは3回でセンターに抜擢されるミュージックビデオ撮影時点ではお披露目前であった2014年2月24日ゼップダイバーシティで開催された AKB48 グループ大祖閣祭りにおいてチーム H への昇格が発表され4月23日よりチーム H として 活動を開始。三月十二日発売の HKT48 サードシングル、桜、みんなで食べたで、同期の田中ミックと共に、初の選抜入りを果たす。二千十五年三月二十五日に埼玉、スーパーアリーナで開催された、AKB48 ヤングメンバー全国ツアー、未来は今から作られるにて、田中、大和田七、川本さや谷口めぐ、向井ジミを 村山崎と共に AKB48 グループの派生ユニット、デンデン夢中を結成することが発表される。翌26日に同会場で開催された AKB48 春の単独コンサートを直送、未だ修行中。内に行われた春の人事異動により AKB48 チーム B との兼任が発表された。9月1日より新体制に移行し、兼任を開始。 11月25日発売の HKT48-6 シングルシェからシカタイプ C にソロ楽曲イジワルチューが収録された HKT48 のシングルにメンバーのソロ楽曲が収録されるのは初である12月26日チーム B ただいま恋愛中初日公演に出演2016年5月から6月にかけて実施された AKB4845 スシングル選抜総選挙では28位でアンダーガールズに選出され初ランクインを果たした。開票イベントが行われた6月18日は矢吹の15歳の誕生日で人生で一番最高の日になりました。と喜びのコメントを述べた。中高生向けビューティーファッション誌ラブベリー2016年8月20日発売のボリューム3より 専属モデル、ラブモとしての活動を開始した。二千十七年十二月八日、AKB48 劇場十二周年公演で、グループ内の組閣が行われ、AKB48 チーム B との兼任解除が発表され、二千十八年五月二十八日をもって、AKB48 としての活動を終了。同年五月二日に発売された、HKT48 のイレブンスシングル、 早送りカレンダーでは、田中と共にセンターポジションに選ばれ、ナコミクコンビでの W センターとなった。同年5月30日発売の AKB485 セカンドシングル、Teacher Teacher では、AKB48 のシングル表題曲に、初選抜された。同年6月の AKB485 サードシングル世界、選抜総選挙では9位にランクインし、初の選抜入りを果たした。 10位には田中も入っており、ナコミクコンビで揃って選抜入りとなった。左から、インチョン国際空港、アイズ、ワンカラー、アイズ賞コンにて、同年4月から8月まで韓国のオーディション番組、プロデュース48に参加。先輩メンバーの宮脇桜と共に20位以内のファイナリストに残り、8月31日の最終回で発表された。 最終順位で6位にランクインし、アイズワンのメンバーに選ばれた。アイズワンの活動に専念するため、2021年4月までの2年、6ヶ月間、一時国内グループ活動を休業することになった。2018年10月29日に、アイズワンとしてミニアルバム、カラーアイズでデビューし、専任活動を開始した。2021年4月29日、2年6ヶ月の、 活動期間が終了し、アイズワン専任活動が終了した。2021年5月15日、生配信番組、HKT48 メンバー全員が生出演、君とどこかへ行きたいリリース記念2個生特番に、サプライズ出演。宮脇と共に HKT48 として2年を、か月ぶりに活動再開した。同日、約2年8か月ぶりに、 自身のツイッターとインスタグラムの更新を再開した。2021年6月26日、西日本シティ銀行 HKT48 劇場にて、自身の20歳の誕生日を祝う、生誕祭で2年9ヶ月ぶりに、劇場公演に復帰した。愛称は、ナコ。初期にはキナコ、あるいはヌコとも。キャッチフレーズは、私たちは、お化けを倒す軍隊だ。やぶきなしです。 これは、お化け屋敷に行った時に、友達と一緒に行ったもので、2015年1月の、有吉 AKB 共和国でのトーク中に、矢吹が、私たちは、お化けを倒す軍隊だ。と拳を振りかざすと、MC の有吉博之が、即座に、おう、と反応したことにちなむ。HKT48 の、よそよそしい呼び方禁止令により、指し原のことを、指し子ちゃんと呼んでいる。 オーディションの歌唱審査で歌った曲は、AKB48 チームサプライズの、君の C、W。HKT48 の同期で、同い年の田中とのコンビは、ナコミクと呼ばれ、共に活動することが多い。ナコミク名義の楽曲にフォースシングル、控えめアイラビュー、タイプ C に収録された、聖域リップスがある。また、イレブンスシングル、早送りカレンダーでは共にセンターを務めた。 HKT48 名義。AKB48 名義プロデュース48名義。HKT48 名義。AKB48 名義プロデュース48名義。HKT48 名義。HKT48 HK 研究生。脳内パラダイス HKT48 ひまわり組。パジャマドライブチーム h セカンドステージ。青春ガールズチーム h サードステージ。最終ベルが鳴る。 HKT48 ひまわり組カンドステージ、ただいま恋愛中チーム H ホースステージ、シアターの女神チーム H5th ステージ、リセット AKB48 名義木崎チーム B、ただいま恋愛中公演。ありがとうございます。